まあ、大学の研究者はですね、大学で学生を育てるとともに自らの研究をしていただくというのが本来のやっぱ本分だと思うんですが、一方で社会が要求していることも大変多くあると思うんですね。で、学問を追求する過程の中で得られたいろんな知的な成果をですね、社会にオリジナルを通じて出すことによって大きな貢献ができるのではないかと思っております。あくまでも研究教育が大学の先生の本務だと思ってますけれども、その結果得られたものを京大オリジナルがいろんな形で橋渡しをして社会に提供していくことができれば、大学の先生方の意味もですね、研究の意味も教育の意味も大きく上がっていくのではないかと思ってますので、ぜひ京大オリジナルを活用していただければというふうに願っております。